皆さん、ごきげんよう、チューリップ・リーチスです。山手線カラーです。<laughs> ありがとうございます。すごいコメントでめっちゃ受けて、本当、山手線カラーですね。面白かった。こんな感じの、あのね、お色も、たまにはいいかなと思って、だいたいピンクとかね。あの暖色系、白とか、着ることが多いんですけども。 珍しくね、グリーンに挑戦したコーディネートでした。はい。あ、これはね、あのー、今日の朝、寝ぼけまなこで撮った昨日の美食所ご飯なので、まあ、もしよければね、せっかく撮ったので見てください。で、今日の、あのー、そう、今日のね、あの美食所ご飯もやっちゃおうかなと思って、これ朝ご飯です。サンマの開きと白あえと、 海苔を入れたお味噌汁とぬか漬けと梅干しと大根おろし超日本の朝ごはんって感じにしてみました。さんまの開きさんまの干物かなこれを焼いてこれやっぱりねお味噌汁が一番美味しかったかなあの人参 <laughs> 白菜、えー、小松菜あとはねもちの,のりがいっぱい余ってたからあのおのりをね あの、入れて、あのー、お味噌汁にしました。なんかね、海藻も、あの、まあ、アレルギーとかなければ、すごい体にいいみたいなのでね、おのりってすっごいほとんどの、なんか、栄養がね、取れるみたいだからね、ちょっと、あのー、もう使わなきゃいけないから、入れようかなと思います。ちょっとね、今、声を潜めててね、 今日王子がね、あの、ちょっと有給取って休んでるんだけど、隣の部屋でね、あの、もう私が見終わったのを追っかけて、あの、カンドラ見てて、あの、私はちょっと今お部屋でね、これを撮ってて、隣の部屋で王子がカンドラ見てるので、声を急めてます。大根おろし。えっと、ニンジン。私の漬けたぬか漬けニンジンと、お梅干しです。これ、白和えです。白和えね、 頑張りました、また。あの、母がすごい白あえが好きで、でもなかなかやっぱり上手にできないかも難しい。あの、大地の絹豆腐とやって、今回うまくいったかなと思ったんですけども、小松菜のね、あの、あの、めんつゆとかね、白ごまとか、バーって入れてやったんだけど、ちょっとぼうようとした味になっちゃって、なのでね、今ちょっと甘み、 が足りな,いかなと思ってちょっとはちみつとえっとめんつを少し足してやってみたので後でもう一回食べてみようと思いますもう少し味がねバッチリ決まるように作れればいいんだけどもう買った方が早いかなって思っちゃいますはいこんな感じでねでもまあ添加物とかないので安心ですねバッチリお味がね決まったのを食べたいですね でこれがね、さっき言った餅のりを入れた具沢山さんのお味噌汁です。はい、こんな感じでした。た、た。はい、あ、これです。これさっき作ったんですけども、またバナナケーキ作りました。王子がね、なんか、ブルガリアヨーグルトプレーンを、なんか、水切り豆腐、水切り、 え、ヨーグルトにしてて、ギリシャヨーグルトみたいになるんですね。なんかこう、こして一晩置いてたら、それをなんか作ってたので、その余りを拝借して、あの、水切りヨーグルトと、こうバナナを潰して、あと、米粉と蜂蜜と豆乳と、あと、抹茶プロテインと、卵とっていう感じで、これヘルシオのね、ウォーターオーブンなんだけど、ウォーターオーブンで、あのー、 水蒸気焼きっていうのかななやってみましたなんか膨らみましたでも時間が経ったらちょっとまたしぼんじゃったんですけれどもこんな感じでねでまたねあの食べてみたんだけど結構今回はねあのやっぱ甘みが強く出たんですけれどもあのうーんちょっとやっぱりブルレ状やっぱりバナナがね あの柔らかいのでブルー状になっちゃってパウンドケーキって感じにはならなくてやっぱりねあのバナナの水分とかでちょっと中が柔らかい感じになっちゃったんだけどこれはこれでまあ美味しいかなと思います。それではまた